土曜夜6時30分はバトンタッチ。特別支援学校の生徒たちが甲子園を目指す。やればできるんだっていう実感してもらって体験してくれたことを、厳しい社会の中でもね、野球で培った自信を持って、彼らの可能性を切り開いた指導者、今から宇野先生の指示、絶対勝つぞ。